3匹目のカナヘビの赤ちゃんが生まれてますね。かわいいな。まだ日本カナヘビみたいな色ですね。あと何匹いるのかな。ちょっと実際にね、こうやって火に当てて日光浴させてます。今の時期はちょうどいいぐらいですね。まあライトだけよりもねいいと思うんで、こういう風にコントの日光を浴びさせてます。でケージはこれはもともとサビトマに使ってたものです。サビトマはね大きいケージに使います。